深夜3時にマリオメーカーやるとやっぱ外人しか集まんねえんだな。で、またなんかすごそうなステージがやってきたわけだが、何？オートスクロール！え、オートスクロールじゃなかった今。違う？俺の気のせい。なんちゅう、ちょっと待ってくれ。という構成だ。見えない！何これ？あえて見えない構成ってことか。厄介なステージを作るもんだな。ってことはこれ、下に行ったらおしまいってことか。そんなに焦って行動する必要はないわけやな。これさ、先に行ってる人とかいたら、いや、やめよう。俺は引っかかんない。多分こういうの取る必要はない。うおー、なんだこのステージ。ちょっと待ってくれ。ゴールじゃん。あった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 。お前ら、通んなよ。頼む頼む。これ俺しか気づいてない説ありますよ。頼む。みんなあの土管に入ってなんか罠に引っかかってくれ。いるこれ。なんか一応持ってく？どうする？よし。いいぞいいぞ。この場にと一緒に俺は進む。この道を進んでいく。絶対逃がさねえ。これ罠か。待ってくれ。あれファイヤーバーだろ。ファイヤーバー。うおっと、冷静に。何もしない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 。よーし！オッケー。一発ネタとは書いてあったけど、本当に一発っていうか。でもあの下が見えなくなるのね。俺結構好きかもしんない、ああいうの。だからもうちょっと真面目に作ってほしかったな。どれ？何が？待って、タグすらもついてない。これは、闇のコースというか、とんでもない力作。力作か、ちょっと待って、これ。これ多分ね、あっさりゴール終わるタイプなんじゃねえか。え、これ上乗って必要？あー、お一人様か。待って、これどうなんの？これで終わりじゃねえだろ。どこ？うお、嘘だろ！ちょっと、嘘！どれじゃねえよ。ワールド1の2、発掘洞窟プラントクアリー。これは長丁場っぽいタイトルだけど、実際どうなんのか。なんか、ちょっと本気にもありそうなステージというかね、本気にありそうなステージすげえいいよな。で、相変わらず回線がちょっと重い。4人だと重いのしょうがないけど、もう致命的な部分はどうしようもねえからな。一番乗り。このまま行かしてもらうか。どこ進めばいいんだこれ。パックン洞窟っていうから本当にパックンがいっぱいいるけど、これは矢印通りのセオリーに従うだけで簡単にクリアできるやつじゃないか。俺うますぎないこれ。待ってくれ。なんかファイヤー持ってるやついる。おお、そっから上から来れんのか。俺の1位はやらせねえ。どうする？このコインに従え。このコインに従って、周りのやつをわかんなくさせる。このまま勢いで行かせてもらう。これいけんじゃねえか、勢いで。はい。どうする？この後。はい。抜かさせねえ。お前にだけは抜かさせねえ。キノピコ、勝負だ。これは、下に行っちゃいけないってこと。下行っちゃったけど。そういうことか。はい。上がれってことか。ここじゃないの。これじゃねえのか。最悪。うわぁ、逃したか。やられた。なんとか抜かすしかねえだ。どうする？もう絶対突き進むだろうかな。もうミス狙うしかねえな、これも。お願い。このまま行きがゴールされる。よし、切った！この冷静な判断。むしろ2番手になることこそ。延々の2番手はルイージの枠だけど、それをいただくのはこのピノピオ様。ちょっとキノピオって言えなかった。キノピオとピノキオってすっげえ混ざるよね。新級入学おめでとう。クラス、どうなった？今聞く？すごいターゲットが限定的。主クラスね、微妙。すごいね、なんか、規制を上げてる人が半分ぐらい占めてて、すごい大変だなっていうね、これ、新級クラス、新級おめでとう感が詰まってんだか、これ、ちょっと邪魔だな。え？は？新級したの3人しかいないじゃん。カラフルアセンション。カラフルアセンションってなんだ？カラフルなアセンションっていうことなんですね、これは。おー、なんだと。あの P スイッチ軍団は何なの？どうやって発動するんだろう？どうしよう。あー、そういうことね。どうしよう、一番目がいいな、俺。任せろ。そんなに押さなくてもいいじゃないか。あははは、さすがに、一斉に制裁されるの面白いな。今回はこれで勝って動画をきっちり締めようじゃないか。行くぜ。B が長い。余韻が長い。行くぜ。なるほどね。あ、むずいこれ。結構むずい。はい。壁。待って。待ってくれ。ジャンプ、壁。あ、なるほど。乗れんのね。乗れんだったら簡単だぜ、これ。これ、隣の様子しか見えねえからわかんねえな。あー、了解。これは、
隣のやつとだけ比較するんだったら俺めちゃくちゃ早いよな。なかなかコツ掴んでる感あるよね。はい、上がって上がって、どうする？これは逆サイドから壁キックで、はい、中壁キック、やめて、待って、ラグサワーやめて、すごいラグ、ラグイのだけは勘弁してくれ。ラグイのやめてっていう名前のやつもいたじゃんね。ラグイのはね、良くないんだよ。ラグイのは健康にも害するって言ってたじゃんねえか。ねえ、誰かお偉いさんがそろそろ解明することだぞ。ラグイのは健康に悪いってな。待ってくれ、これマリオは言ってるくさいな。待ってやがれ、俺もその図に行く。あ、言ってなかった、ごめん、気のせい。俺の勝ちです。俺の相場がずき